シム,シムズの姿勢、シムズの姿勢、シムズの姿勢、ないし、シムズの体位、シムズ体位は、19世紀、アメリカ合衆国サウスカロライナ州の婦人会、J. マリオン・シムズに由来する直腸検査や治療、浣腸などに用いられる姿勢。患者は、体の左側面を下にして、横向きに寝て、左全部と左足をまっすぐに伸ばし、右全部と右足を曲げる。この姿勢は、 側外とも呼ばれる。この姿勢は以下のように説明される。患者は左体側を下にして横たわる。患者の左下肢はまっすぐ伸ばされる。患者の右下肢は前部で曲げられ、右足は膝で曲げられる。曲げた膝はベッド上、内視は枕などの上に置き安定させる。ただし、両足の膝を屈曲させる姿勢も、 シムズの姿勢の一つとして言及される場合がある。一般的に用いられる場合、出産後の会員部の検査用直腸検査、シムズの姿勢は、妊娠中期以降の妊婦の安楽体位としても、用いられる。この場合は、しばしば、体の下になる左腕を、背中側に回すことが進められる。意識を失い、昏睡状態になった患者が、何らかの事情で、 軌道閉塞を起こさないよう、軌道を確保する方策として、シムズの姿勢を取らせることがあり、この場合は特に昆水退位と称される。昆水退位の場合は、体の左右いずれを下にすることもあり、また、体の下側になる腕を髪型に伸ばして、頭を支えるようにすることもある。ありがとうございます。